やっほー、うさです。こんにちは。ですね、今回はですね、私の毎日 の, ファッションをちょっとねやっていこうと思うんですけど、私そんなにたくさん服を持ってるタイプではないので、ちょっとなんか今後 SNS でこの服見たことあるっていう服とか、SNS で何回も見たことあるなっていう服も登場してるとは思うんですけど、毎日のちょっとお洋服をやってほしいっていうリクエストも結構いただくので、ちょっとやってみようと思います。今日はですね、このエブリンのワンピースを着てるんですけど、なんかねこれフリフリです。めっちゃ着たら意外とフリフリだったやつなんですけど、これはハッツとディズニー行くときにオソロで買いましたワンピースです。じゃん、かわいい。なんかね、ヘアカラーを3日前ぐらいにしたんですけど、なんかちょうどさ、秋っぽい感じの色でめっちゃ合ってる。髪の色とワンピースがいい感じです。そして今日はセーラームーンのミュージカルに行ってきます。イエーイ、楽しみ楽しみ。ということで、グッズをね買うので、今日はこのバレンシアガのトートバッグで行って、グッズを入れてから帰ろうと思います。今日持っていくオタクグッズ、木下彩菜ちゃんのアクスタネプチューン、そしてこちら変身するやつ、裏ネプで、一応なんかリボン持ってっておきます。あ、ペンライト持っていかなきゃだ、忘れないようにしなきゃ。はい、こんな感じで今日は行ってこようと思います。こんな感じです。行ってきます。じゃね、ただいまです。コーデ撮るの2日目、今日もシラミに行って帰ってきたところです。楽しかった。幸せな空間すぎて、幸せでもうちょっと感情がなんかもうドキドキが止まらないので、今日見たセラミのことを思い出してドキドキしながらお風呂に入ろうと思います。本当幸せだわ。セーラームーンって最高、本当に最高。はい、今日のコーデはですね、カバンは昨日と引き続き一緒ですね。たくさん入るオタクの時もこのバレンシアガのトートバッグを持っていきます。今日のコーデはエブリンのニットパーカーと中にアンミュールのワンピースを着てるんですけど、どっちも去年買ったやつですね。今日ちょっとさ、なんかそう、どっちも入ったんですよ。だからちょっとね、なんかバタバタしてて今日一日ずっとすごく適当に服着て出ちゃったから、このワンピさ、私のさ SNS を見てくれてる人はさ、もう何回も見たことあるめっちゃお気に入りのアンミュールのワンピなんだけど何回着てんだろうってぐらい着てますね。よれてる。そろそろね、ちょっともう着るのやめなきゃなって思いながらめっちゃお気に入りです。めっちゃ着てるんですよ。これもさ、もうお仕事の時とかもさ、すぐさこうパッて脱げるからさ、これめっちゃ着てて、ほんとこれもさ、見たことある人めっちゃ多いと思う。去年からもうめっちゃヘビロテしてる、なんかもうさっと着たい時の服のコーデです、これ。ほんとに、おしゃれじゃないのがバレちゃう。はい、明日もセラミに行ってきます。楽しみ。あ、そっか、でも明日で、明後日行けないから、明日で私行けるの最後だから、そう、千秋楽の最終日はちょっと行けないので、明日で、ね、楽しんでくれたと思います。今日も裏ネップが尊かった。みんないい子にお留守番してくれてました、ありがとう。お姉ちゃんベロベロしすぎ。今日は合間でね、お散歩行ったりもしてバタバタだったよね。エレ君もいい子して寝てて、ありがとう。うん、かわいいです、ありがとうね。はい、明日に続く。うわっ、やっほー、3日目ですね。今日もこれからセラミを見に行ってきます。私、今回のセラミ見れるの今日がラストなので、私は今日が千秋楽になるので
楽しんでこようと思います。ということで今日はみちりさんをイメージしてディープグリーンな感じのちょっとグリーンのトップスを着ていこうと思います。そしてあのリビアのネックレスでちょっとあの土星をつけてあのサタンをホタルちゃんを意識してます。オタクトップスは去年買ったアンミュールのやつで、下はデニムスカートで合わせてみました。デニムロングスカート結構気に入ってやたら着てますね。あれなんか私結構今年ちょこちょこ服買ったのに、なんか去年のばっか着てる。ここ数日。明日は今年買ったやつ着ようかな。はい、今日もオタク日ということで荷物が多いのでこちらのトートバッグで行ってきます。はい、やっほー、今日はですねカレンダーイベントでした。来年ね2023年のカレンダーもゲットしてくださった方ありがとうございます。2023年も最強にハッピーになれるカレンダーですよ。はい、今日はねそのカレンダーイベントでした。今日の服はこのトップスはこの前買ったザラのニットです。なんかパールとかキラキラとかねついててねめっちゃ可愛いの。でスカートはファーファーのねスカートなんですけど、なんかさあのアシンメトリーになってて、なんか実はなんか下のねなんかラインがカラフルなんですよ。これめっちゃ気に入っててこのスカートばっか履いてます。そういえばホワイトコーデで最近のお気に入りです。カバンはねディズニーの2021年のクリスマスのトートバッグ、荷物いっぱい入るのでお仕事バッグで結構使いますね。私の好きなマックスくんが小さいですがここにおりますので買ったバッグです。はい、カレンダーイベントめっちゃ楽しかったです。じゃあね、おはようございます。今日は江ノ島に行ってきます。あのね弁財天さんの、ね、ところに行きたくってワンちょっとあの工事がねすごく始まって、ちょっとあのはるちゃんが外部興奮してますが、今日のお洋服は、ミストリアスのセットアップのやつ、セットアップセットだったやつ着ました。めっちゃ白いふわふわのワンピースで可愛い。このさ、袖かわいい。ポワンって。はい、こんな感じで今日は江ノ島に行ってきます。あったかくてよかった。はい、あの、なんか荷物が帰り増えそうな気がするから、またこのバッグ、ちょっとおしゃれバッグ使いたいんだけど、またトートバッグで出かけてきます。みんな、お留守番頑張ってね。ずっと寝ててね。行ってくるね。それでは行ってきます。こんばんは。毎日コーデと言いつつ引きこもってワンコのお散歩にしか行かない日とかあったので、数日空きまして、今日はですねお友達とウェスティンホテルのランチビュッフェに行ってきました。美味しかったし、なんかさツリーとかあってすっごい可愛かったです。テンションが上がりました。そんな感じなんですけど、あれこれ数日前に着てたザラのニットカーディガンです。はい、あの気に入ると私本当にねしょっちゅう洗ってすぐ着て洗ってすぐ着てっていうのをね繰り返して同じ服をたくさん着ちゃうんですね。はい、でもあの下はねあのスカートはあの違うのを履きましたよ。はい、じゃじゃーん、これはミストリアスのフリフリの可愛いスカートです。なんかさロングなんだけどさ、ロングすぎなくってさ、なんか長さもちょうどよくってめっちゃこれも気に入ってます。しかもなんかさこれさなんかアイボリーっぽい色で、でなんかこのブラウンとすごいこう合うから、今日ちょっとあのいい感じですね。いい感じですかね。でカバンがやっと、今日はねちょっとホテルでランチということなので、あの私が唯一持ってるルイ・ヴィトンのバッグを持ってお出かけしました。はい、そしてですよ、
今日ね、あのお友達がね、この前ね、ディズニーシーでね買ってきてくれたの。かわいいマフラー。早速これつけてさ、そんな寒くなかったんだけどさ、早速これつけて帰ってたよね。なかなかさ、ディズニーじゃないとこでさ、これつけてたらさ、なんかメルヘンな人いるなって感じになるんですけど、ちょっと寒くなったらこれをつけてワンコのハルさんのお散歩に行こうかなと思っておりますね。メルヘンな人だなって多分思われるよね。はい、でもあの私いつもその前出てたタッフィーのやつとかもいつも冬はつけてハルさんのお散歩に行ってましたね。かわいい、これめっちゃかわいい、やばい、ふわ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 、かわいい。でステラルーもね買ってくれた、ありがとう。めっちゃかわいい、めっちゃかわいいの、めっちゃかわいいでしょ、やばいね、かわいいという感じで、はい、これで冬をね楽しく過ごそうと思います。めっちゃテンション上がる。はい、あの私の最近の毎日コーデはこんな感じでした。あ、ちょっと連続じゃなく抜けてるところがちょびちょびあるんですけども、なんか遊んでばっかりの最近のコーデでした。たまたま本当になんかいっぱいなんかあの遊ぶ趣味だったりね、遊ぶとかがたくさんあの詰まってた最近でしたね。めっちゃ楽しかったです。はい、最後まで皆さん見てくれてありがとうございます。いつもありがとうございます。いいね、コメントも全部めっちゃ嬉しいです、ありがとうね。そしてぜひチャンネル登録まだの方はまったりなあのチャンネルなんですけども登録してくれたら嬉しいです、よろしくお願いします。それではまた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 ね、ありがとうね。